すみません。かなり飲んで酔っていた挙句に全力疾走して胸がムカムカする。え、大丈夫ですか？私の住んでいるマンションが近いので、よかったらそこで少し休みませんか？少し呆れながらも、そう提案してくれた上司の言葉に甘えて、彼女の自宅で休ませてもらうことに。俺の名前は坂下浩二、29歳。今はごく普通の会社員をやっている。あの頃の俺は夢を追うことに夢中になっていた。だって人生一度きりなんだから。そう目を輝かせていたのだ。だが当時の俺に言ってやりたいのは、引き際を見極めるのが大事だということ。高校卒業後、俺はバンドのメンバーたちと大きな夢を追って上京。一時はデビューの話もあったが、結局実現はしなかった。俺は田舎に帰って家業を継ぐよ。俺もそろそろ地に足をつけてちゃんとした将来を見据えようかなって。バンドメンバーは次々と夢に見切りをつけ、現実的な仕事についていく。そして最後に残ったのは俺だけ。ふん、俺だけでもビッグになってやるさ。どこか意固地になり、30歳手前になるまで夢を追い続けてしまったってわけ。そんな俺に転機がやってきたのは、5つ下の弟が結婚した時。弟の奥さんのお腹には新しい命が宿っている。いわゆるできちゃった婚だったが、結婚式で見た弟は本当に幸せそうで、小さい頃からいつも俺の後ろをひょこひょことついて回っていたあいつが正体を持って父親になるなんて。それなのに俺はいつまでも叶わない夢を追いかけて何やってるんだろうな。嫌が応でも現実に引き戻されたのだ。そして弟の結婚式の直後、俺は引退を決意。そして就職活動を開始した。だが29歳にもなって、バイト以外の仕事をしたこともなく、運転免許以外のまともな資格すらない俺を採用してくれる会社なんてそうそうない。50社以上の面接に落ちて途方に暮れてしまう。そんな中、唯一俺を受け入れてくれたのが今働いている会社だった。社長もかつて演歌歌手を目指していた経験があるようで、俺に共感してくれるところがあったってわけ。ほう、その年まであがいたってわけか。いいね、そういうの。嫌いじゃないよ。社長はすっかり俺のことを気に入ってくれた様子。社長のおかげで無事に入社することができたが、そこからも前途多難だった。この年でいわゆる社会人としてのマナーが何一つ身についていなかった俺。電話対応すらきちんとできず、周囲の冷たい視線が突き刺さる。坂下さんって今までバンド活動以外本当に何もやってこなかったんすね。さすがにその年にもなってね。年下の社員たちにバカにされるようなことだって日常茶飯事。部長に今までの人生を全否定されるような言い方をされるのだってもう慣れっこだった。それにしてもこんなバンドバカを採用するなんて、社長も物好きだな。もう少しまともな人生を送ってきたやつにしてくれればいいのに。新人が入ったら必ず行われてきたという歓迎会も俺のためには開いてもらえない。次第に今までの自分の生き方や夢をバカみたいに追った日々を後悔するようになっていく。この会社に俺の居場所はないのか。そんな風に思うこともある。だが何十社も落とされた中で、ようやく
正社員として迎え入れてもらえたこの場所を手放すわけにはどうしてもいかないのだ。こんな俺なんかを受け入れてくれた社長の好意を無駄にするわけにはいかない。俺は何と言われても耐えて必死に笑顔を作る。いつも真摯かつ謙虚な姿勢を心がけて、毎日少しずつでも学んで仕事ができるように努力を重ねた。その成果もあり、着々と仕事を覚えていくことで、周囲にバカにされることも減っていくように。昼休憩の時には同僚たちに積極的に話しかけ、みんなのことをよく知ろうとすることも忘れない。バンド時代の面白エピソードを話したりすると、意外とみんな喜んでくれて、締めたと思った俺。相手の話をよく聞き、その上で自分の話も面白おかしく話した。すると向こうから話しかけてくれる人も増えて、少しずつこの会社で自分の居場所を勝ち得ていることが嬉しくてたまらなかったのだ。だが、どれだけ距離を縮めようとしても、中にはダメな人がいる。それが並木部長だ。入社以来、ずっと俺のことをチャランポランだの、バンドバカだの、ずっとバカにしている人だ。そしてもう一人が俺の教育係でもある稲本課長。稲本課長は黒髪、黒縁眼鏡でいかにも真面目って感じ。いつも地味な格好をしている。だが地味ながらも顔立ちはかなり整っており、誰もが認める清楚系美人だ。課長は俺のことをバカにするような言動はなかったが、とにかく無口で業務内容以外のことは話さない。なんとか会話の糸口を見つけようといろいろ努力してみたのだが、会話のキャッチボールってやつからはほど遠い。はあ?とか、まあ、とか淡々と返されてしまい、会話が続くことはなかった。稲本課長は同い年だが、高卒の俺とは学歴が全く違う。有名大学を卒業し、この会社に入社後、着々とキャリアを積み、若くして課長にまでなった人。そんな真面目な人生を生きてきた課長からしたら、俺みたいな人間はチャランポランとしか映らないだろう。だが、そんな俺に仕事を教えることに嫌な顔一つ見せない。社会人として知っておかなければいけないことを、淡々と教えてくれた稲本課長には感謝の気持ちしかなかった。少しずつでも仕事ができるようになっていったのも課長のおかげだ。だからこそ円滑な関係を築きたいという気持ちがあったのだが、なかなかうまくいかない。そして入社から1年。坂下さんの歓迎会はやっていなかったですし、今更ですがちゃんとやりませんか?そう提案してくれた稲本課長。ようやく自分が認められた気がして、嬉しくて仕方がなかった。稲本課長、歓迎会のことありがとうございます。課長に駆け寄り、そう謝意を伝えたが、いつものように素っ気ない態度が返ってきただけ。別に、坂下さんだけ歓迎会をやっていないのが気になっただけですから。そう言って、さっさと仕事に戻ってしまう。そして迎えた歓迎会はとても盛り上がった。提案者の稲本課長はというと、端の方でおとなしく酒を飲み、会話の中にはほとんど入ってこない。みんなの提案で二次会はカラオケに行くことに。二次会行く人はいますか?同僚がそう声を張ると、まさかの稲本課長がすっと手を挙げる。みんな驚いて課長の方を見ると、少し恥ずかしげにうつむいた課長。一応この歓迎会の発案者ですし、少しだけでも付き合おうかなって。恥ずかしさなのか、酒に酔っているのか、頬を赤く染めた稲本課長は美しかった。そしてカラオケ屋に着くなり、坂下さん、歌って!と周囲から促された俺。バンドではボーカルをしていたことをみんな知っていたから。俺はせかされるまま誰でも知っているような曲をかけ、ちょっとドキドキしながら歌を披露。
さすがはボーカルやってただけあるわね。やっぱりうまいな。みんなそう言って聞き入ってくれたが、稲本課長だけはうつむいてしまっている。俺の歌がお気に召さなかったのかな。少しだけ気になった。すると並木部長がヤジを飛ばす。もっと面白く歌えよ、場を盛り上げろっつーな。どうやら俺がチヤホヤされているのが気に食わないようだ。寝かず飛ばずのバンドマンがガチで歌っても、こっちは面白くもなんともねえんだよ。もっと盛り上がる何かないわけ。確かにデビューすることも有名になることも叶わなかったが、こんな俺にだってプライドくらいはある。だが社会人として曲げなければいけないことがあるのも重々承知していた。しばらく悩んだ末、俺はお笑い芸人がやっているようなビジュアル系バンドをくどくどした歌い方で笑いを取ることに。それには部長もみんなも大爆笑。バンドをやっていた甲斐があったな。その宴会芸を見つけてやった俺に感謝しろよ。嘲笑気味にそう言われて、少し悔しい気持ちはあったが、俺はヘラヘラと笑ってそれを受けることに。歌い終わって稲本課長の方を見ると、目には涙が溜まっている。すると膝の上に置いていたバッグをつかみ、さっさと部屋から出て行ってしまった。もしかして稲本課長が好きな歌を俺が茶化して歌ってしまったとか。こりゃやべえぞ。そう思った俺は謝罪するために課長を追いかけた。店を出ると遠くに稲本課長の姿が見える。俺は走って追いかけ、なんとか課長に追いついた。稲本課長、ひょっとしてあの曲が思い出の曲だったりして、それを汚しちゃいましたか。もしそうだったら本当に申し訳ないです。俺が肩で息をしながら何度も何度も頭を下げると、課長は戸惑っている。いや、曲じゃなくて。稲本課長は何か言いたそうだが、なかなか言葉が出てこない。機嫌な顔で見守っていた俺だが、次第に気分が悪くなり、すみません。かなり飲んで酔っていた挙句に全力疾走して胸がムカムカする。え、大丈夫ですか。私の住んでいるマンションが近いので、よかったらそこで少し休みませんか。少し呆れながらもそう提案してくれた稲本課長。さすがにそこまでご迷惑をおかけするのは。断ろうとしたが、気分の悪さは悪化していくばかり。カラオケ店に戻ることも自分のアパートに帰ることも自信がなく、結局はお世話になることに。さあどうぞソファーで横になって。冷たいタオルをおでこに乗せてもらい、しばらく横になっていると少しずつ解放に向かっていく。さっきは本当にすみませんでした。俺は起き上がり、改めて課長に謝罪した。すると稲本課長は少しムッとしたように苦言を呈する。今まで応援してきたファンに対してあれは失礼ですよ。あんな歌い方をしているのを見たら傷つきます。その言葉に俺は苦笑い。もうファンなんていないですから。部長のおっしゃる通り、俺がバンドやってきた意味なんてあの宴会芸ぐらいです。それを聞いた課長は少し考え込む様子を見せてから、少し席を外しますねと別の部屋へ。30分ほど経って俺の目の前に現れたのは、ガチガチのギャルメイクをした女性だ。君は。そう、俺はその女性に見覚えがあった。当時俺のライブに何度も何度も足を運んでくれていたバンギャだったのだ。私がそのファンなんですけど。バンギャから発された声は間違いなく稲本課長で、俺はもう何が何だか分からず混乱してしまう。課長はソファーの俺の横に座り、ポツポツと過去について語り始める。
稲本課長のご両親はとても厳格で、課長もとても厳しくしつけられたんだって。真面目で地味な生き方をずっとしてきて、その反動か大学時代に友達から誘われてバンドにはまっちゃって、こっそり始めたバンギャは今までの真面目な自分からは真逆と言ってもおかしくはないぐらい、まるで別人になれたみたいですごく楽しかったんですよね。でも社会人になってからは足が遠のいてしまって、心の中にぽっかり穴が開いてしまったっていうか。そんな折、ふと立ち寄ったライブハウスで俺の歌を耳にすることに。歌詞の中にあった、自分の限界まで好きなことをやろう、人生一度きりだからという言葉に感銘を受けたという。いい年してと思いながらも封印していたバンギャを再開し、俺を追っかけ始めた。そんな俺が活動をやめたと聞いた時にはすごくショックを受けたみたいだ。だがしばらくして俺が会社に入社したのを見て動揺して舞い上がったそう。そのことが理由で今まで俺とほとんど話せなかったことを明かしてくれた。久しぶりに坂下さんの歌が聴けて、今日は本当に幸せでした。私は坂下さんの歌のおかげで鬱屈としていた日々から救われたんですから。そんな風に言ってもらって、俺は自分のやってきたことが無駄じゃなかったと猛烈に感動していた。だがちょっと気恥ずかしくもある。社会人になってからの俺を見て幻滅したんじゃないですか。そう笑うと稲本課長はブンブンと首を横に振る。歌以外でも懸命に努力するあなたの姿にずっと励まされていました。今までもこれからも私はずっとあなたのファンです。そんな課長の言葉に思わず涙がこぼれてしまう。自分の生きてきた道を後悔したこともあった。でもそんな俺の生き方を認めてくれる人がいたことが嬉しくてたまらなかったのだ。それから俺たちはバンドとバンギャをしていた頃の話で盛り上がった。そして酒が入っていたこともあり、そのまま一晩を共にしてしまい、翌朝隣で目を覚ました稲本課長に俺は笑いかけた。バンドマン時代ファンには手を出さないって心に決めていたんです。私もバンドの人とそういう関係にならないって決めていました。そこで俺たちは爆笑。まあお互い引退しているからもういいですよね。ええ、今は二人ともごく普通の会社員ですから。ちなみに並木部長と残されたメンバーはあのあとずっと部長のワンマンショーを聞かされたみたいだ。ジャイアンのリサイタルかと思ったよ、マジで。あれだけ下手なのにずっと一人で歌うんだもんな。それからみんな部長とは金輪際カラオケに行かないと心に決めたそう。もともとあまり仕事ができないながらも長年の勤続年数だけで今の地位までたどり着いた並木部長は今までもあまり部下に慕われていなかった。だが俺と付き合い始めてから急に明るくなりとっつきやすくなった稲本課長の人気が急上昇。部長は定年まで窓際同然の扱いを受けることに。その代わりに部長の実績をほぼ握っているのが課長だ。俺は仕事でもプライベートでも稲本課長元い夏目さんを支え、部署を盛り上げていきたいと思っている。夢を追った日々を後悔したこともあった。だがその中で見つけた出会いがあったからこそ今の幸せがある。決して無駄な時間を過ごしたわけじゃない。バンド活動を続けたこと、そして夏目さんに出会えたこと、自分の人生に胸を張ってこれからも一生懸命努力を続けていきたい。